生でその噛み合っているんだかいないんだかのトークを聞きたいです。検討していただければ嬉しいです。そして来年で10代を終えるのですが、私はまだ10代でいたいんです。20代はここがいいぞ、素敵だぞというところってあるのでしょうか。お二人が20歳になった時、どんなことを思われましたか。20歳になった時って何してた？20歳になった時はですね、うん、僕はちょうど挫折した時ですね。何が？ちょっと待って、これから20歳になろうとしてる彼女に対して挫折してた時期ですよって。聞きなよ最後までさ。あ、分かった。長くなるそれ。短くまとめる。分かった。うん、テレビ制作やりたかったけど、作ったものが酷評されて、昨日ね、俺ね、会った同級生だったって人に。マジか。あったの。何それ。小野くんと大学同期だったんですって言って、その多分小野くんが作った映像、コピー録、酷評された映像、私も見ましたよって言ってた。あ、女性の、うん、彼女だ。知ってる知ってる。うん、そんなひどかったのって聞いたら、いやーって言ってた、うん、ライター関係ですよね、の仕事をしてる、同級生が、ね、いるんですけども。いや、ダメでしたよ、全然。でもそこでうっかり挫折しちゃったせいで、この業界に入ったんでしょ？そうです。だから今度ラジオとかラジオドラマ、CD ドラマ作り始めて、うん、音出し始めて、で、人が足りなくなって、やってみたら、あ、俺なかなかいけんじゃんと。とかね、やっと褒めてくれたんですよ、人が。褒められて伸びるタイプだ。褒められて勘違いしちゃうタイプだ。なんで言い直すのそれを。言い直さなくていいから。はい。わかるわ。そんな二十歳でしたね。でも僕も二十歳の時はもう仕事してたんですよ。うん、この業界いたんで、うん、やべ、とんでもないとこ入っちゃったなとは思いましたけどね。ほら、うん、まあ、世間一般の人が二十歳になった時どう思うのかってちょっとだからわかんないかもしれない。そうですね。うん、それを照らし合わせられるかどうか。うん。うん、でも神谷さんの二十歳って、どうでした？ん？いい感じでしたか？いや、別に。何の感じですよ。別に？もう20になっても30になっても全く変わんないですから。いい意味で？いい意味かなぁ。あらぁ、後ろ向きになっちゃったなぁ、これなぁ。結構ね、僕ね、そういうなんか、ないんだよね、節目節目みたいなのが。それは、あえてみたいなところ？あえてみたいなところもあるよ。自分で作ればいいんじゃないかな、うん、そういうのは。だからなんか世間的に20になります、うん、30になりますみたいなさ、うん、なんかクリスマスは彼氏がいないと寂しいですみたいな、いいじゃんそういうの。まあ世間の物差しみたいなところありますよね。物差しみたいなところで測れないところで自分で物差しを作って、どん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 そういう特別な日を作っていけばいいんですよ。おー、俺なんかいいこと言った？言った今。おー、俺もやっと気づいただろ。いいこと言ったことに、うん、うん、毎日がアニバーサリーですよ、つまり。そうですよ、うん、お、俺もいいこと言ったな。はい。ということで、引き続きラジオの前の放送事故にお待ちしております。